いつもの峠の峠雑談です、えー、今回のお話はね、えー、2023年春 XSR155 はねなぜ国内製機販売されなかったのかというお話ですえっ、ー、とねえー、1週間ぐらい前ですかね <laughs> あのー、YSB さんで聞いてきたねあの x s r 125とかの発売についてねこんな情報がありましたっていう話をしたと思うんですけどねで今週になってね、えー、山田さんから正規に発表があってモーターショーにね市販予定車を出品するということで出てきたモデルなんですけどねちょっとこっちの目もちょっと変えてきたんでね YZFR15YZFR125 MT125、XSR125 MT、これがね、まああの原付きニュースとね、K2 輪国内正規販売、今年の春にするモデルですよっていうふうにね、えー、発表されましたね。でね、これ見ててね、えっ、ー、と僕は持ったんですけど、 結局 150cc のモデルっていうのは YZF の R15 だけなんですね多分ほとんどの方はね XSR の155の国内正規発売っていうのを期待してたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、外されてるんですね XSR の155はね、えー、でこれじーっと見てるうちにね、まあ、これから話すことはね僕の妄想っていうか勝手な想像なんでね えー、違うかもしれないけどなんでね、XSR の155が、ね、国内正規発売にならなかったかっていうね理由ですけど結局、これで見るとワイズタフの R の15だけが国内正規発売になったということはこのモデルがですね、あの、あれなんですね、あの、他の XSR155 はねすごい台数がね、 あの国内でで出てたんですねそしたら YZ タフの R15 っていうのはあんまり数がね出てなかったんじゃないかなと思うんですね。それでねあの多分もし XSR の155をね国内正規販売してしまうと要は並行輸入品がねもうすでに相当数国内に走ってますんで。 あのー、正規販売の XSR155 と並行輸入ものの、ね、XSR155 は、ねえーまあ、同時期に国内にあふれえった場合です、ねまあ、どういう問題が起こるのかなと考えてみたんですけど、まあ、修理ですねメンテナンスの問題で、ね、おそらく、ね、普通に考えると並行輸入ものの XSR155 を購入した人は。 製品があるんだから部品が簡単に調達できていいだろうなって思うかもしれないんですけどそれがねまあ山ハさんとしては逆に困る部分じゃだったんじゃないかなとちょっと気がするんですねえそういうわけでねえ要は山田さんが困るというのはどういうことかというとですね結局ねあのー もしあの部品の注文がお客さんからあった場合ですね、えー、その理するバイクが並行輸入ものなのか正規品なのかですね、えー、実はヤマハさんが判断しないと確かいけないはずなんですよねだから車体番号っていうのがいるんですねで並行輸入品の車体番号をもし言ってもヤマハさんは部品供給を受け付けて確かくれないんですよね うん、確かそうだったと思うんですね。僕はちなみに、えー、YBR250 持ってますけど、これもね、一応僕の YBR250 は YSP で販売してたモデルですね。それと同時期に並行輸入モデルもあったんだけど、並、えー、行輸入のねモデルの場合はね、買った販売店でその直接、えー、 先のね国からねパーツを取るっていうことはできるんですけど YSB さん経由ではね確かねパーツが平行輸入のものの場合は買えないんですよねだからネットでね自分でこうまあ調べて買ってくるか、えー、購入した平行輸入ものの販売店にね話を持って行って <laughs>、えー パーツを受け取るしかないんですね YSB さんに言っても販売自分のところで販売してない車体番号がねフレームのナンバーが違うと部品は出さないんですよね確かねそういう問題があってもしその並行輸入物とですね、えー、国内正規版が混在する場合ですよねあのヤマハさんはこう パートの注文が来た場合に判断しないといけないんですけど、いちいちそのフレーム番号を聞いてでやってると、まああんまりね、まあ、感じよくないですよね、簡単に言ってしまうとね。まあ、だけど、その問題で結構トラブルが出てくるんじゃないかなということで、XSR の155とあとは MT の15ですかね、あれも結構数が出てると思うんですけどね。 見送ったんじゃないかなっていう僕の勝手な想像ですうんだからその、えー、人によってはねネットの情報を見ると1年後ぐらいに XSR150 も正規販売されるんじゃないだろうかってね語ってらっしゃる方もいたんですけど可能性相当低いかもしれないですねだからえー、国内のこの軽二輪に関して言うなら マ田さんのね、R15、ここに書いてある R15 ですね、もうこれで 150cc、154cc かな、正確には。モデルはこれで終わりの可能性は高いですね。で、あとの残りのね、えー、モデル YZF の R125 と MT125 と XSR の125に関しては、平行入ものがないと思うんですよね、現時点でね。 だからこれは全然 OK で国内正規販売しても問題が全然ないだろうなという感じがするんですね。うんまあ、そういうわけで恐らくすでに本当に XSR155 に関しては並行輸入ものがものすごい台数を国内に走っているのでこれで国内正規販売の XSR155 が入ってい。 ね、同時に存在したとすると、本当、部品供給の問題で、結構ね、お客さんからのクレームとかもまあ山あいに行くでしょうしね、えーまあ、そういった問題を、まあ、嫌がったと言ったら変ですけどね、じゃないかなという、まあ、僕のもちろんこれ、全部想像です、全然間違ってる可能性はね、十分あるんですけど、そんな気がしますねうんちなみにね。 このジクサーは国内正規販売のジクサー150です。2017年モデルですけどね、これ、あの買った時にですね、ちなみに、えっと、ここかなこのワッシャーがね、ちょっと錆びてたんですよ。で、これ国内正規ものなんで、あの納入するまでにね、新品にワッシャーは変えてもらいました、ちなみにね。 えー、だから今はピカピカですけどねだから正規の販売品だとこういうふうに簡単に販売店でパーツが入ってくるんだけど並行輸入のものの場合は山田さん、えーまあ、これのは鈴木,ですか、ね、鈴木さんから入ってきましたけど、うん、x s r 1 5 5の例えば、その並行輸入ものを持ってらっしゃる人の場合ですよね。買った販売店でパーツを調達 してもらえればもちろんベストですけどそれができなかった場合ですねうん難しい問題でしょうねそこね <laughs> 多分それでしょうねだからあのー、さっきのね、えー、市販予定者としてん大会上がってるけど恐らく 僕の予想ですけど、XSR の155に関しては、と MT の15かな、なんかに関してはね、正規販売っていうのが可能性、かなり低いんじゃないかなという気がしてるんですけどね、まあ、もちろんゼロではなくてね、両方販売しては別に。 山田さんは問題がないということを考えるのであればね、ね並行輸入もすでにあるけれども、国内正規販売が出るという可能性が全くゼロではないとは思いますけどね、なんかなんとなく今回のね、えー、山田さんの発表を見てるとねそんな気がしましたという僕の妄想でした。まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。